皆さんこんにちは。お久しぶりですね、久しぶりです。久しぶりですね。この感じも久しぶり、ということで、1ヶ月ぶり以上の動画になるんですけども、皆さんお久しぶりです、お元気でしたか？すいません、結構忙しかったんでね。 It was pretty busy. Like, you decide totally different job, like a kind of download. Yeah. And I also prepare to go something, a new plan. So we are already like a catch up the new plan. 新しいプランに向けていろいろね、準備をしていたので、結構忙しくて、動画が撮れてなかったんですけど、まあでも元気ですね、私たちは。相変わらず元気、こんな感じで。はい。そう、彼女も元気です。はい。アリーも元気。すごいね。はい。なんですけど、あと、YouTube ね、今やっと2000人、2000ね。おめでとう。おめでとうございます。はい。あとはありがとうございます。ね、ありがとうございます。本当にありがとうございます。ちっちゃいチャンネルですけど、こうやって見てくれる方がいて、はい、ありがたいなって思ってます。ということで、はい、今日のテーマ、多分サブタイトルね、サブネイルでもあった通り、私たちの、ま、これからの話とか、ま、今までのキャッチアップをね、しようかなと思って動画撮りました。結構いろいろ変わっていているので、はい。で、まず多分いつもね、動画見てくださってる方は、おそらく私が YMS がもう終わったのを知っているんだけど、なんでまだイギリスにいるんだろうみたいなのね、多分ワンダリン疑問に思ってる方いると思うので、ちょっとそれに触れたいと思うんだけど、まあ、私はね、そう、すでに2年間の YMS ビザ、ユースモビリティスキームっていうね、ビザを取ってイギリスに引っ越してきて、もう2年終わって、丸2年イギリスで過ごしたことになってるんだけど、で、終わるタイミング、ちょっと前ぐらいにね、ポルトガルに行って、その滞在中にビザが切れたんだよね、終わって、で、帰ってくる時にサイトシーンビザ、観光ビザで、入ってきたので、今は私は観光ビザでイギリスにいます。で、日本人の人が、イギリスにね、観光ビザで入る場合は最長半年だよね、ハーフイヤー入れるので、まあその関係で私今イギリスにいますっていう感じですね。イギリスからポルトガルに行くのも、ポルトガルからイギリスに入るのも結構ね、簡単でしたね。そう、多分日本人だから、その E ゲート、その対面じゃないイミグレーションで、そのままこう、機械でピッてやって、ピッて出てくるみたいな感じだったのね。まあ事前にそのイギリスに入るチケットと出るチケットをね、買っておけば、まあ人にもよると思うけども、私の場合は最初ドキドキだったじゃん。入れるかな、出れるかな、みたいな。だけど、基本的にはそのチケットを買っておけば、多分その ID、なんていうの、その IC チップに多分データが入ってて、まあそれで問題なくね、ピッてやって質問もされぬまま、入ってこれた感じだね。そうそう。だからもし YMS ビザで入ってて、もっと観光したいって思ってる方は、いいかもね。Yeah, まあ、but you can't work. そうだね。そう。You definitely can't work. そう、だからまあ、だから観光したいなって思ってる場合は、まあ一応は選択肢としては、まあ一回他の国に出て、観光ビザで今度入るっていうことも、まあ可能ですよっていう感じ、ね。多分いつもワホリの YMS みたいな人は、ずっと仕事してる。そうだね。多分、あ、観光忘れちゃった。そう、普通の性格になった、多分、ああ、じゃあ終わりか、もう一回、もうちょっと観光したいなってね。Normally it's okay, I think, yeah. 基本、私も質問されなかったし、まあでも基本的には仕事はできないので、も観光目的でもう一回入る分には一応できるよっていう感じですね。それで私は今入ってます。そう、だからまだイギリスにいるんだけど、まあ、これからのね、私たちのプランについてざっくり触れたいなって思うんだけど、まあ、私今観光ビザで入ってるから、まあ、一応最長でも11月ぐらいまでかな。だから11月の上旬ぐらいには、まあ、一応私たち今日本に帰る予定で考えてますね。そう。で、日本に11月上旬ぐらいに帰って、年末年始をね、うちの、私の家族と過ごして、で、その後トミさんはね、日本で結婚ビザを
取得しますね、はいはい、晴れて私たちは夫婦になるわけなんですけど、はい、別にね、はい、ま、以前のね動画でも説明した通り、うん、私たちの関係についてはまあ他のねビデオを見てもらって、うん、この辺に多分テロップが出ると思うので、うん、そうで私たちはまあ一応ね結婚するっていう感じですね。日本で結婚するっていう感じですね。まあ結婚ビザがねスムーズに日本で取得できれば、観光ビザイギリス人は日本に3ヶ月しかいられないけど、うん、結婚ビザがね無事取得できたら1年間のね多分ビザが取れると思うので、まあ1年以内は日本にね滞在する予定ですよね、うんうん、でやっぱりトミも3年ぐらい日本にいたじゃん前、4年、うん、3年トータルでね前住んでたんですけど、うん、まあ、その時は大工さんカーペンターだったから、うん、まあ、そこまでこう出張以外でさ観光ってしてなかったじゃんきっと。そうそうそう、そうだから、まあ、今回はもうちょっとね仕事をねこう2年間でいろいろ変えれたじゃないですか、うんうん、なので、まあ、今回、まあ、可能なら日本のねいろんなところに行ったりとか、まあ、バンライフとかがね、うん、できれば、わかんないけどね、できればなんかもうちょっと私も日本のことあんまり知らないし、いろいろねこの機会に見れたらいいなって思っています。どうですか、うん、楽しみですか、うん、楽しみ。どこ行きたいかな、なんか下の方行きたいよね、うん、日本のもうちょっと楽しみです、うんまああとは、まあ、ポルトガルがすごい良かったじゃん、うん、すごいいい感じね、すごいでナイス。なんか、まあ、その Vlog についてはまた動画見てもらえればと思うんだけど、なんかやっぱりさ人も優しいしあったかいじゃん、ちゃんと夏が来る、うん、ここが一番のポイントかな。夏が絶対暑くて、まあ、シーフードとかね、うん、お肉も安いし魚も結構イギリスに比べると、外食もイギリスと比べると安いもんね、うん、まああくまで希望というかちょっとドリームみたいな感じだけど、うん、まあ、いつかねポルトガルにねちょっと住んでみたいなみたいなのは思ってるよね、うん、そうそう、まあ、それに向けてちょっと日々ね頑張っていこうみたいな感じですね、うんうん、だからこれからの予定としては、まあ、とりあえず秋ぐらいまでイギリスにいてで日本に行って、日本で、まあ、その年末年始過ごしてで結婚して、これ This is a big event ですね、うん、結婚してで、まあ、1年未満は日本にいて、まあ、その観光、まあ、いろんな場所に行きたいと思うので、うん、まあ、日本のねおすすめとかあったら、うん、ぜひコメントで教えていただきたいし、はい、まあ、行きたいよねいろいろ、うんうん、なので、まあ、日本に行ってでその後は、まあ、わかんないね、もうポルトガルに行くのか、もうちょっといろいろパソコンを握りしめていろんな場所にキープできたらいいなって思っています、うん、ね、はい。この2年間どうでしたか？いいですね、うん、I liked it、うん、Yeah, it's pretty nice、yeah. It's good for me、うん、I got to try different type of work and then、うん、I changed a career totally from construction into、yeah. now I'm head of sales at startup which、ね、is totally different。 いやだってトントンしてた人がさ、キートントンしてた人がさ、今パソコンでね、やってるわけじゃん。So totally different. That was a good experience for me、うん、I got to spend、ね、some time with my family、うん、show you a little bit of UK、うん、and then, でも普通の性格ね、そうだね、ずっと観光じゃない、ほとんど観光、まあ、したけどすごい北イギリスについてはとても詳しくなりましたね、うん、なんかいっぱいいろんな場所に北のねいいところだから、ロンドンも何回か行ってそこのコンペアみたいなさ、うん、そのロンドンの都会のいいところと本当に田舎のいいところ、うん、私はどっちも好きだなって思うし、まあ、それが見れたのもすごい良かった、私も、うん、で、まあ、トミの家族にも会えたし、いい2年間でしたね、so. 基本的には、うん、でトミの新しいチャレンジというかさ、やっぱ日本で大工さんやりながらそのビザの関係もあるし他の仕事にさ、うん、チェンジするって多分日本では impossible だったよね。 I think if you don't have a university degree、うん、so 私大学が行ったことない、行ってないからね、 so, it's quite difficult。 そうだね、 I only have carpenter kind of大工さんのスティッカー、yeah, yeah, that's why I can go. But if you don't have 大学が行ってない、it's quite difficult. Yeah, so.、ね、だからまあこのタイミングで私が YMS ビザをさ取れたのもすごい、なんだろう、
ディスティニーみたいなさ、いいタイミングだったじゃん。すごいいいタイミングで、トミがもう本当にイギリスに帰りたいってなってるタイミングで、私が YMS が取れたし、うん、で、一緒に来れて、うん、すごいサディスパイな、サディスファクション、うん、サディスファクションな、2年間だったなって思います。まあ、これから一回日本に帰るけど、まあ、わかんないね。これからはどう、うん、どうなるかわかんないので、まあ、これからまたキャッチアップをね、うん、皆さんとしていけたらいいなって思ってます。まあ、あとは、そうですね。まあ、この後のビデオで、ちょっとまたこの、なんでイギリスのビザ、結婚ビザを諦めて、日本に行くことになったか、うん、みたいなののリーズンをちょっとまたお話ししようと思うので、続きの動画をぜひお楽しみにしてください。はい。はい、ということで、まあ、まずは2000人ありがとうございます。ありがとうございます。っていうのと、これからもよろしくお願いします。っていうのと、また次のビデオでお会いしましょう。うん、はい、はい。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあね。バイバーイ。